はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。おはようございます。なんだったっけ。ヴィーナスイレブン、ビビットですね。突然、この物々しいシーンから始まりましたが、これ何かって言ったら、7月から、放映されている2018年、夏アニメ、邪神ちゃんドロップキックの、コラボイベントの様子です。この子はですね、ゴスロリの衣装をゴスロリ眼帯の衣装をした人間だったと思う。まあ、ヘビの、下半身を持つ、まあ、邪神ちゃんが、やってくるんですけど、それを、まあ、邪神ちゃんがこの子を狙ってるんですけど、常に撃退してしまうという。で、なんか邪神ちゃんといろいろありながら仲良くやってるっていう子ですね。なかなかお気に入りです。まあ、アニメ自身はなんか、どうかなって思うような、出来なんですが、この子は本当に、可愛いですね。花園ユニエっていう、キャラです。お、ピコラ。ちょっと言ってますね。ペコラは空腹で死んでしまうのです。メンチカツ好きなのか。来た!邪神ちゃん。邪神ちゃんね、この声の人、まあ、ねえ、あんまり、うまい感じはしない。もっとね、この中の人、歌を、北海道で民謡でたくさん、賞受賞してるから、もっと歌を、ベースにすればいいなと思うんですけどね。ちょっと演技の方は、まあ、それ、中の人のことは置いときましょう。この邪神ちゃん、なんかね、尻尾が、そうそう、小林さんちのメインドラゴンのトールは自分からもう、肉を小林さんに食べてもらおうって差し出すんですが、この子は、さっきの花園ユリエに、ゴスロリの、もう尻尾を取られて、そう。肉にされちゃう方なんですよね。まあ、花園ユリエは最強ですからね。で、1話しか見てないのに、そうだった。ダンボールハウス、あれ?これってひな祭り枠かな?で、アニメの方は、出会いから、邪神ちゃんと花、さっきの花園の、出会いから始まってんじゃなくて、いきなり4人、これらのモンスターらが、囲まって鍋つついてるシーンから始まって、鍋使い回してましたよね。ちょっと、15分アニメならまだいいものの、テンポがあんまり良くないか。さあ、花園ユニエ。おっと、ピコラが食べて。優しいなぁ。チェーンソン持ってるけど、優しいですよね。邪魔しないからですよね。邪魔しない。さあ、邪神ちゃん。ほんとこいつ鬼畜で腹立ちますよね。愛に、いやいやいや。パンの耳うめえか。これ、プレイアブルにできるんかな?ひどいな、ほんとにヘイト集めそう。あれ?なんか分身してるよ?ユリネが。本当に分身してた。なんやろ?邪神ちゃん
そういえば邪神ちゃんドロップキックっていうかやし、女子プロレスの、団体とあのコラボしてたから、もっとプロレスは出ると思ってアニメの1話見たんですけど、見てみると、うん、そのドロップキック、邪神ちゃんのドロップキック1回だけでプロレス技は全然出なかったですよね。まあ、これで30分は辛いな。去年のアホガールとか、あの今年の冬アニメのだがしかし2のように15分ならいい、あの15分10分ならまあ良かったんだけどな。やってみましょう。ミスズっていうのも邪神ちゃんのキャラかなと。戻れ戻れ。ツンドラポポロン衣装モフモフウサギ、なんだそれ。リリスっていうのもいますね。リリスも邪神ちゃん。おっと、これがユニー衣装つけられるのか。この子は？この子は、主にバックスですね。まあ、リベロあたりが良いか。言えときましょう。ポイント重視です。スタート。さあ、キャプテンはルーミンです。さあ、でルーミンストライクがありますからね。ちょっと疲れて受け取ってなって、さあ来たルーミンストライク、すごいな。写真ちゃんか、敵写真ちゃんか。目がいっちゃってますよこれ。さあニースも結構能力持ってますね。自分で決められるような感じはある。なんでディフェンダーにやるんだ？さあ、またルーミン。ルーミンダウイ。と思いきや、ルーミンじゃなかった。ポイント重視だからな。そうか、シュート持たないといけないのか。なんでシュート打たないんだろう。ポイント重視だとこうなるんだ。結構疲れてきてる。やばいな。交代。今、ポジションが。これでいきましょう、後半戦。と思ったけど、ちょっと。とバックスの、なんでルーミンがあのディフェンダーなんだ。取られた。じゃない、取ったんだ。そっか、眼帯。ポジティブパス。今の何だったんだろう。ちょっと高速モードオフにしてみましょう。シュート打った。抜けた。
予約済みカット。試合終了近いですね。おっとシュート打った、入った。なんかルミ一強じゃなくなってきてる感じですね。お、ドラマパートになった。歯立ちますよね。そうだったんだ、ジャシンちゃん。ジャシンちゃんと同棲してるんですよね、花園ユニエは。リニス？ああ、なるほど、格好するんだ。格好するんだ。イベント？なんか、あ、イベントってあれの、スターダム女子プロレスとのコラボのことかな？コラボイベントのことかな？宣伝オツっていう感じですが。あ、目が怪しい。怖いですよね。さて、ん？様子がおかしくなったぞ。気のせいでしょ。さて、画面認証？なんで？やっぱり声がいいですよね。さあ、これでオーナーレベル上がりました。ポイントアップチャンス。ど真ん中だ。うん、いや、さすがに申請はできないですよ。フレンド枠も増加。お、ジャシンちゃんの使い切っちゃいましょう。ジャシンちゃんを、ジャシンちゃんプレイヤーに入れ合えるのか。さあ、祈ってます。私祈ってます。なんだろう、マカロンちゃんが来てますね。スカウトでこれで来てるのかな。ドリームチケットをスカウトできるのか。ファンタジスタスカウト、なんだろう。
ですよね。まあ試合を堅実にやっていきましょう。この人は新しく入った人ですね。どんどん攻略していって、プレゼントももらいつつ、レア度高い選手の強化につなげていくというのが、まあ、王道ですね。どんどん、イベントを進めていきましょう。行動力20。結構行動力消費するな。決定。ちょっと待って、必ずしもそれでなくてもいいのかな。まあでも、ユニフォーム設定できるんだ。さあ、FC 大阪ユニっていうのがあるんですよね。お、ユニフォーム変えてみますか。抜けた。お、カレーが、カレー食われちゃった。ジャシンちゃんに。さあ、パスをつなげてポイント、アクションポイントをどんどん稼いでいきます。光全然ないや。光と交代チェンジ。カット。さあ、もうルーミーストライク決めちゃえ。抜け合えた。結構相手強いですね。そうそう、油断はできないとこです。影山美代か。この選手と、後半戦行きましょう。超えました。アクションポイント上げていきます。ドリブルで超えた。さあ、サウリーがまだ結構後ろにいますね。そのチャンス、ルーミンに渡った。おっと、しかし、
ルミ行かない。ワンツーみたいな感じになったか。超えた。そして V。V がつくんか。強欲です。これルーミーを入れ替えましょう。試合終了か。焼肉天国。何を焼肉にするんかな。そして翌日、ユリネ衣装のリース。ん？かわいい、左の子。それは怖いな。あ、これ邪神ちゃん狙われます。邪神ちゃん包囲網が。邪神ちゃん、夜と何かな。邪神ユリネいい子じゃん。強すぎる。経験値を稼いでいきます。ポイントアップチャンス、左上。あ、ダメでしたね。そんなに良くなかった。まあそれでも2倍ですからね。で初級さん、まだ行動力的にはどうなんかな。行動力を回復させます。どこまであるんだろう。超級まであるのか。まず初級3へ。星さんですけどレベル良さそうですよね。さ、バックパス。さあリースに
チャンスですが、ルーミーストライク。必ずルーミーにつなぎますよね。インターセプト？ちょっと岡田がちょっと疲れてきてるぞ。ちょっと交代ですね。勝てなかったんだ。この子と交代。後半戦開始。さあカットしました。ユニア及ばず。エミリーから縦パスだ。おっと上限、彼女もそんなにない。2人目交代です。ルーミン来たと、しかしここはシュートを打たずに、またルーミンに戻った。今ルーミンどこいるんだ。2人で越えられない。そしてルーミンストライク。さあルーミンこれで引きます。さあ交代したばっかりの伊沢早くもと試合終了。チキチキシャスがパフパフって、まあ、お仕置きが毎回楽しいみたいですけどね。何やっても邪神ちゃんが負けちゃうはず。なんだ今の謎シーン。なんかメタ発言。そういえばメタ発言アニメの中でもあったな。なんだったっけな。さて、なんか不幸なこと起こりそうな感じですね。不幸なこと。写真ちゃん。ああ、なんかかわいそうなメデューサ。おや？囲まれた。どういうことだろう。またか。
この子じゃなくて、鍋会は言うまでよくリアリティやけど、次は OK です。紬もいいですね、なかなか。全然思ってないがいいのかな。もう遊びに行こう。OK です。スキルが上がったな。そういえばそう、スキルの割り振りもしないといけないな。今ゲートキーパーしか装備できないんだ。このタイプの選手が装備することもないしな。あまり無理しないでがいいかな。うそー、食べ物に対する執着心。養ってあげるよかな。外れ多いな。もうこれしかないのか。OK です。コスパ重視ですね。これかな。行きましたね。キノコ。毒キノコもたくさんありますからね。
遠征から戻ってきたみたいですね。おっと、レアリティ。遠征開始です。でまあ続きやりましょう。なんだろうこれ。さあルーミンには、ルーミンまだですね。また戻ってきた。もうここは無理があったか。シャーロットだ。この子もやばいですね。この子バックスか。でもミッドフィルダーだからこと交換かな。さあ後半戦です。
さあ来たルーミンストライク。本当にどうな、相手にとってはどうなってんのですよね。さてとルーミンはまだあるね。これだったらまだ交代しなくてもいいか。さあ渡りましたルーミン。しかしここは決めません。おっとすぐに取り直します。試合終了です。これ何のためにやってるんでしょうね。またルーミン。これでレベルアップしました。お、フォーメーションの352が解放されたとなってますね。まあ早速試合やりましょう。まだ初級の5か。
邪神ちゃんに当たった。おっと、邪神ちゃん結構強いよ。カットした。ミリアメイティカンシュート思ってますが、なぜかエミリーがアメリカンシュート持ってんだ。エミリー前に出したらいいよな。リースはどっちかといえばバックスだからな。こんな感じかな。さあ、ご飯行きましょう。もうシュート。おっと、ゴールキーパー。しかしこれは防げない。ニースがちょっとスタミナがもうないですね。さあ、ルビーに渡った。こうなってます。ジャシンちゃんの肉で作った？ビーフ 100% です。お、優しい。悲しいなあ、ジャシンちゃん。優しいなあ、ユリネと思いきやひでえな。
ドロップキックってこの蛇の姿でどうやってキックするんだろう。ひょいってなんだろう。そうだよね。おっと、サンドイッチチェーンソーか？鳴ってますね。なんか不気味な音を立ててる。もう頭に当たってる。頭に。あ、お見せできません。血がついてない？さすがに血はつけられないのか。またルーミン。ルーミンのワンマンチームかな。さあ、いろんな面に上級できます。これで中級以上が解放されました。が行動力がないんだよな。さあ、中級になっていきます。お、岡崎光もう疲れてますね。早っ。おっと、結構やっぱり相手が強化されてます。おっと、ボールがこぼれた。初めてのピンチですね。カットした。中級になってから難しくなっている感じがするよな。あ、カットされた。さあ、ディフェンダーがもう。交代ですね。さてと、これで後半戦スタートしましょう。破られた。負けないの？負けないの？あれ？あ
結構なんか強化されてるよな。かなり本気出してます。抜けた、アメリカンシューツ超えた。先取点ですね。なんとか勝ちましたが、敵も強化されてますよね。まあ爽快、敵も敵じゃない、経験値もアップしました。なるほど、7月19日はですね、邪神ちゃんのコラボイベントそんなにないな。
さあ、なんだろう、この。はい。というわけで、邪神ちゃん、ドロップキックの、コラボイベントである、邪神ちゃんダイレクトシュート。こちらを、プレイしてみました。はい。いかがだったでしょうか。はい。いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、ブログ、ツイッター、また、最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリストなどよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。